桃山六次堂住宅泊。あ、皆さんこんにちは。不動産 YouTuber の発信です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回私は京都市伏見区六次堂にあるこちら桃山六次堂住宅泊のモデルルーム展示場にお邪魔しております。この手のモデルルーム展示場は実は私あまり来たことがありません。人生で今回が2回目くらいです。敷地内にはハウスメーカー様のお住まいがずらりと展示されてますね。いやー、どれも外観を見るだけでも素敵なお住まいばかりですね。そりゃこんなところに来たらテンションが上がってこの家がいいってなっちゃいますよね。一般庶民の発信には絶対手が出ない物件が勢ぞろいって感じですが、将来この家が買えるようコツコツ頑張りたいと思います。そんなわけで本日はこちらの桃山六次堂住宅泊の住宅展示場より先日完成したばかりのモデルハウスをご紹介させていただきます。さてさて、どんなモデルハウスなんでしょうね。今から撮影が楽しみです。ということで本日もぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、本日ご紹介させていただくモデルハウスはこちら、京都府宇治市の不動産会社穂高重範さんが手掛けられたモデルハウスをご紹介させていただきます。ということで外観を見ていただいてもお分かりいただけるかと思うんですが、すごい重厚感ですね。そしてモデルハウスとして建築されたこちらのお住まい、天然木をふんだんに使用した建築物となっております。そのあたりを本日は余すことなくご紹介させていただきたいなと思いますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは早速気になる室内をご紹介させていただきます。もう玄関マットから天然木の家ということでワクワク感しかないですね。それでは早速室内に入っていきます。おお今回は自動ドアでした。はい、で入っていただきましたら、まず左手の方にはですね、コロナ対策用で入っていただいてすぐに手洗いができるカウンターがついております。そしてこのカウンターがですね、実はもうここからそうなんですが天然木を使用したカウンターになっておりまして、ウォールナットという素材を使ったカウンターになっております。そしてこちらに少し腰掛けていただける椅子もあるんですが、こちらもウォールナットで作られた腰掛けになっております。そして掛けていただくとこんな感じ、上の方を見上げていただくとこんな感じの間接照明になっているんですね。で奥の方にもですね、まあ、通路があるんですが、まあ、こちらはちょっと天井高が低くて1800弱ぐらいの高さになっております。はい、ちょうどこの上の部分が階段のようになっているようですね。はい、でこの辺りの玄関先のこの壁なんかにつきましては、基本的には珪藻土を塗られてるんですけども、この辺りの玄関部分につきましては、はい、コテ仕上げになっているんでちょっと風合いが出てていい感じです。それでは早速こちらの扉を開けて室内をご紹介させていただきます。オープン。はい、ということでこちらが今回ご紹介させていただくモデルハウスの、はい、リビングダイニングキッチンとなっております。ちょっと今回畳数が定かではないんですけれども、早速こちらからご紹介させていただきます。まず入っていただいて入り口のこちらの扉、ちょっと変わってますよね。こちらの引き戸なんですけれども、昔からある古来の、まあ、作り方を採用されておられるそうで、無双窓という窓らしいんですが、なんとここのですね部分がこうスライドさせることで、まあ、空気を流すことができるようになってるんですね。はい、こちらも同じこんな感じで開けて風を通すことができるようになっております。はい、これが一つ目のポイントになります。そしてその奥ですね、こちらにはちょっと丸いこういう、はい、収納スペースがあるんですが、これちょっと今開いてるんですけども、まあ、こんな感じで実は中に障子が入っておりまして、この中にはですね、基本的にはお仏壇を置いていただくような形のスペースになっております。ここ開けていただいたら、もうこういう感じでも開くんですけれども、はい。こちらにお仏壇を置いていただく形になります。従来であれば和室に
仏壇を置いて皆さんね手を合わせられることが多いんですけれども、こういったあのご家族がね一番時間を過ごすリビングにこういったお仏壇を置いていただくことで、皆さんねあのまあ気軽に手を合わせることができるような形で、はい、今回はリビング側に設置されておられるそうです。はい、でこちらが、まあ、リビングスペースになるんですけれども、はい、今現状こういった形のソファーが置いておられまして、かけていただくとこんな感じになります。はい、でまあテレビを楽しんでいただくことができまして、上の部分を見上げていただくと、このリビング部分につきましてはこういったトップライトがついております。はい、日差しも上から優しく入ってくるリビングになっております。そしてこちらのテレビボードなんですが、まあ、既製品のように思うじゃないですか。実はこのテーブル、ローテーブルテレビボード自体もなんとウォールナットで作られた天然木の、はい、ハンドメイドのテレビボードになっております。今回穂高重版さんにこういった職人さんが家具職人さんがいらっしゃるみたいで、こういったのも全て手作りになっているそうなんですね。はい、それがまたすごいなというふうに思います。はい、そしてリビングから見ていただくとこんな感じにダイニングスペースがなっているんですが、こちら一枚ものの天然木を使用したダイニングテーブルもついております。でこのダイニングテーブルの素材につきましては、チェリーという木材を使用したダイニングテーブルになっております。すごいですね。こうキッチンを囲むようにダイニングテーブルが備え付けになっております。でそしてこの奥にですね、はい、システムキッチンなんですけども、このあたりはですねすごくスタイリッシュなシステムキッチンになっておりまして、結構この辺のねあの角が尖ってて、逆に最近結構丸みを帯びてるタイプが多いんですが、かえってこういう形だとすごくスタイリッシュに感じます。でこちらの流しと天板につきましては、基本的に一体型のタイプなので、まあ、隙間がないタイプになっています。そしてステンレスなんですけども、この天板につきましてはヘアライン加工になっているので、見た目がすごくすっきりしたスタイリッシュなキッチンとなっております。そしてキッチンに立っていただいたら、リビングはこのような形で全体を見渡せるようになっております。そしてキッチンの後ろに冷蔵庫置き場がありまして、まあ、比較的大きな冷蔵庫を置いていただいても十分入りそうなスペースですね。で横に一部、はい、空きスペースもありますので、はい、十分ものを置いていただけると思います。そしてここちょっと空いてるんですけれども、こちら収納についてはこういった形のスライド型で開けるタイプで、ちょっと珍しいですね。はい、こんな感じで開けられるようになっております。はい、でこちらはキッチンの天板が L 字型でずっと横に広がってて、ここだけは、はい、大理石仕様になってるみたいですね。はい、でその奥行きますと、こちらに洗濯機を置いていただくスペースがあって、キッチンから動線がつながっている形になっています。そしてこちらにですね、こういった棚が5段あるんですけれども、この棚につきましては高さの調整ができないんですが、全て1枚ずつ全て天然木になっております。でこの天然木が実は1枚ずつ違いまして、上からモンキーポットと言われる素材とヒノキで、ウォールナット、ケヤキ、チェリーといった形の天然木を、まあ、つけておられまして、まあ、これもこういった素材ですよということを分かりやすくね、するためにこうやって分けておられるそうです。で、このモンキーポットっていうのは、この木なんの木、気になる木の木だそうです。はい。で、こちら、ぐっと奥行きまして、ここからもね、外に出られるみたいですね。で、その奥行きまして、こちらの引き戸、開けていただきますと、
はい、こちらはまあセカンドリビングみたいな形になってるんですが、土間になってるんですね、この部分につきましては。でこちらにもまたこういったテーブルがあるんですけれども、こちらにつきましてはウォールナットで作られた、はい、1枚もののテーブルが置いてあります。そしてこちらの部分にはまたアクセントで天然木が貼られているんですが、この辺りの木につきましてはヒノキになっています。で、ここもですね、壁はちょっと分かりにくいんですが、はい、珪藻土とか塗られているんですが、コテで塗った形の壁になっております。はい。で、こちら土間になっているので、こちらの玄関スペースがですね比較的広いので、例えばここからバイクなどを搬入していただいて、まあ、ここでバイク移住を楽しんでいただくこともできるようになっています。続きまして、セカンドリビングの隣のこちらの障子屋を開けさせていただきますと、はい、こちらは約6畳の和室スペースになっております。こちらにもちょっと引き戸があるんで、もう一緒に開けさせてもらいますね。はい。でこちらの、はい、テーブルにつきましては、土地といわれる天然木を使用したテーブルになっておりまして、こんな感じの掘りごたつになっております。リビングと違って少し一段上がってるんですね。はい。で一段上がってるんで、まあ、ここにこんな感じで腰掛けていただくことができるんですが、腰掛けていただいた時に正面のダイニングテーブルとキッチンの方とちょうど目線が合うんですね。だからここに腰掛けていただいて会話を楽しんでいただくことができるような動線にもなっております。そして中に入っていただいて、こちらがちょっと一段上がってるんですが、床の間のようになっているんですが、この下の台につきましては、こちらはヒノキになっています。そしてこの後ろの部分なんですけども、実はこんな感じでスライドさせて収納スペースとして使っていただけるようにもなっております。はい。あんまり奥行きがないので、こう何か物をたくさん突っ込むような感じではないかと思うんですが、ちょっとした小物であれば置いていただけるようになっております。和室のお隣にある扉につきましては、こちらは、はい、おトイレスペースになっておりまして、こちらにも天然木が採用されているんですが、こちらのカウンターにつきましてはタモと言われる素材を使ったカウンターになっております。はい、すごいですね。いろんなところに天然木が散りばめられてますね。でちょうどこのダイニングテーブルの前にこういったロールカーテンがあるんですが、これをね開けていただくと、はい、この字型でカウンターテーブルがついておりまして、この辺りの天板につきましてもタモと言われる、はい、天然木を採用されておられます。まあ、使い方によっては、まあ、子供部屋みたいな感じでも使えそうですし、書斎みたいな形でね使っていただくこともできそうですね。ちなみに先ほど開けさせていただいたこのロールカーテンなんですけども、はい、パタパタしないようにここでね止められるようになってるんですね。この辺りはすごく大工さん泣かせじゃないかなというふうに思うんですが、とにかく手の凝った作りとなっております。奥から見ていただくとこのような形になっています。続いてキッチンの後ろ側のこちらの引き戸を開けていただくと、はい、こちらは洗面室になっているんですね。はい、見てください。壁一面の姿見と言っていいぐらいの鏡がありまして、下はこういった形の、はい、洗面台で造作なんですが、はい、手洗いが2つついてるんですね。なんかもうホテルで使えそうな感じの洗面台になってますね。ちなみにこちらの台につきましてはウォールナットの素材を使った、はい、造作の洗面台となっております。すごいですね。でこの上の部分が
ちょうど三面鏡になってるんですけども、まず右手がこんな感じ。まあ、この辺りは、まあ、よくある既製品っぽい感じがするんですけれども、はい。まあ、三面鏡として使っていただけるようになっています。そして、こちらの鏡については、ちょっと開けることができないんですけどね。はい。コンセントは壁面に2つついております。はい。で、こちら、まあ、タオルなんかを収納していただくことができそうな、はい。奥行きはそんなにないんですけれども、収納スペースになっております。はい。で、ここにもですね、少し腰掛けていただける椅子がありまして、まあ、こちらもですね、ウォールナットを使用した椅子になっております。まあ、こんな感じで腰掛けていただけるようになっています。はい。僕映ってますけどね。はい。で、こちらがもう、はい、スケスケガラスの扉なんですが、中身が丸見えなんですけれども、はい、こちらが、はい、一坪タイプのユニットバスになっておりますが、実は、この側面につきましては、なんとヒノキを採用されておられます。すごいですね、お風呂にまで木があるっていうのが。で、はい、手で持たなくても、例えば上から、はい、シャワーができる大きなヘッドもついております。はい、ということで1階は以上になります。続きまして2階のご紹介なんですけれども、2階に上がっていただく階段は比較的横幅があって、登りやすそうな階段ですね。結構緩やかですね。で、上がっていただく途中に、こういった腰掛けていただけるスペースとカウンターがついておりまして、上の方を見上げていただくと、1枚ものの背景がアクセントでついております。この辺りの金の素材につきましては、タモ、と言われる素材を使われているそうです。はい。で、壁面には、こう、テレビが壁掛けできるようになっているみたいですね。で、これ、階段からですね、リビングを見渡していただくと、こんな感じで、眺められるんですね。すごいですね。これはすごくおしゃれなお住まいになっていますね。はい、ということでこのまま2階をご紹介させていただきたいんですけども、上がっていただいて、はい、こちらはもう完全にフリースペースにないみたいな形で、まあ、モデルルームになりますので、商談スペースとして使っていただくような形のスペースになっております。はい、この辺りの木に関しても、先ほどの階段の途中にありました素材と同じタモと言われる素材を使った、はい、台になっております。で、この辺りもそうですね。ちょっと腰掛けていただけるスペースと、その奥、覗き込んでいただくと、1階のリビングスペースと吹き抜けになっている関係になっています。はい、ここも光取り用でフィックス窓がついていますね。はい、で、その隣、引き戸開けていただくと、はい、こちらも商談スペースみたいな形の広さになっています。広さでいくと7畳ぐらいでしょうか。はい。上の方につきましては、こういった間接照明がついていまして、凹凸がついております。はい。で、こちら、引き戸はどっち向き？こんな感じか。はい、開けていただくと、はい、ここも、吹き抜けとつながってるんですね。だからこう吹き抜けがあって、前にフィックス窓があるんですけども、まあ、ここからもね、光が取れるような形の動線になっているようですね。はい。で、先ほどのフリースペースに戻りまして、ここも広いですね。で、壁面にはまたこちらにもカウンターがついておりまして、こちらの素材につきましては線といった天然木を使用されているそうです。はい。で、その奥行きまして、はい。こちらも腰掛けていただけるスペースがあるんですが、こちらの素材につきましては、先ほども出てきました、タモと言われる素材を採用されておられるそうです。そしてその奥ですね、ちょっと手洗いがついておりまして、まあ少し手洗いしていただくスペースが2つあるんですが、この辺りのカウンターにつきましては、ウォールナットを使用されているそうです。はい。で、こちらが商談スペースになるんですけれども、はい。
これがすごく大きくてですね、一枚物の天然木なんですけれども、こちらはウォールナットの天然木を採用されておられるそうです。ちなみにこれかなり大きいじゃないですか。どうやってこの建物に入れられたのかなっていうのが気になったんで、先ほどお伺いしたら、上棟している最中に先にこの天然木をこの建物内に入れて、その後組み立てておられるそうです。ですんで出される時は2つに割って出されるということもお伺いしております。はい、でこちらが、はい、先ほど隣の、テーブルと同じ素材のウォールナットなんですけれども、まあ、半分ぐらいの大きさのサイズになっています。はい、でここがこんな感じの勾配天井になっていまして、はい、こういった丸い照明が吊ってあるんですが、僕はこれを初めて見た時にちょっとクラゲかなと思いました。はい、で奥に行きまして、こちらの部分がちょっとくぼみがあるんですが、ここはゆくゆくキッズコーナーにされる予定だそうです。で上の部分につきましてはこういった形で、まあロフトみたいな形で使用することもできれば、まあ荷物置き場としてね、使用していただくこともできるような、こう縦の空間を使うって形の取り方をされておられるそうです。はい、ということで天然木がねたくさんふんだんに使用された、はい、お住まいなんだったわけなんですけども、こちらが京都市伏見区六地蔵にございます穂高重藩のモデルハウスの室内となっております。はい、ということでいかがでしたでしょうか。天然木の家と言われるだけあって、随所に天然木が散りばめられていましたね。今回の建築に際して設計を携われた方は、劇的ビフォーアフターでも多数ご出演なされている建築士長谷川渡さんだそうです。やっぱり匠の発想は素晴らしいですね。ちなみに今回ご紹介させていただいた天然木について、穂高重藩様こだわりの天然木工場を紹介なされている動画もございますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただけますと、より穂高重藩様の強みがご理解いただけるかと思います。またこちらの動画を見てお問い合わせいただき、かつ建築注文いただけた方には漏れなくこちらの天然木でできたテーブルを1点プレゼントいただけるそうです。まずはモデルハウスに足を運んでいただき、ハッシーの YouTube の動画を見たとお声掛けください。こちらが合言葉になっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。そんなわけで本日は京都市伏見区桃山六地蔵住宅泊より天然木をふんだんに使用したモデルハウスをご紹介させていただきました。動画をご視聴いただき、実際に内覧してみたいと思っていただけましたら、こちら穂高重藩様のフリーダイヤルまで直接お電話ください。最後にご覧いただいてのご感想をコメント欄に、チャンネル登録以上に高評価ボタンを押していただけると次の動画の励みとなりますので、ぜひポチッとよろしくお願いいたします。本日の一句、これでも天然木が学んでいます。本日もご視聴いただきありがとうございました。